あの男はどうしたのだ。はい、この地を治めるシュラ様でしたが、3日前に現れた男によって突然動けずしょべれずとなってしまったんです。そしてあの男は3日後の前に死ぬと。何？これは北斗神拳の奥義の一つ。しかし一体誰が。